皆様、大変お待たせいたしました。滑り込みアウト。アウト。ごめんなさいね。なおちゃんが遅刻しないときは私が遅刻する。そんなもんです。では、今日もカントリーナイトよろしくお願いします。Thank you.
ましてこんばんは。ザルガズといいます。トキだ、トキ。おはよう、おはよう、おはようございます。アルマジロカントリーナイト、今週金曜日は私たちザクーガンズとホットドッグスのコラボでお送りしたいと思います。このコラボですね、ちょうど2週間前に実はあったんですね。で、私たちのカントリーナイト定期的というか、3ヶ月に1回ぐらいのペースで出させていただいてるんですけど、ホットドッグスのコラボで、1週空いて、連続とは言いませんが、こんなに短い期間でやるのは初めてなんですけど、それね、ちょっと飽きるかもしれない。なわけないよね。そうやって言うのを待ってました。というわけで今日はそれでいいかな。微妙に古い。微妙に古いです。はい。で、2週間前のはちょっと違ってるのは、私たちがワンステージ。ホットドッグスが2ステージだったんですけど、今日は私たちが2ステージ、1ステージ目と2ステージ目とさせていただいて、最後のトリオをホットドッグさんにやっていただければと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。 As I sit here tonight, a jukebox playing, a tune by the wayside of lightAs I listen to the words that you say, every smile is when I was. I trust in why it was a God who held on to angels, as you say.Of your son, too many times married men in their sleeves in the girl. I have homes many a good girl to go around. ホンキートンクな片声、今の曲は、
誰がこんな女にしたという放題がついていますけど、ホンキートンゲンジルっていうのはあんまりいい意味では使わないんですよね。すっごい悪い言い方すると、まあ、アバズレ女、ね、エンジェルなのね、本当にね、エンジェルだから、まあ、ちょっと綺麗な感じはしますけど、まあ、すごく悪い言い方をするとですよ、まあ、人生いろんな、いろいろみたいな女の人という感じでしょうか。いろいろ。このホンキートンクっていう言葉は非常にね、都合のいい時に使えるんですよ、ホンキートンクね。今日私が遅れてきたじゃないですか。でバタバタやってで、ろくなサウンドチェックもすぐ始める。これもホンキートンク習いよ。かっこいいよね。そう、悪い意味だってかっこよく聞こえてします。なんて便利なんでしょう。では、次の曲はそんな、ホンキートンクなバーで前まで私は歌を歌っているのよっていう、だから探しに来てなんていう曲です。ペインエブリホンキートンクギター。ジーパン履いて、ベースのシャツにカーボンハット貼ってっていうスタイルなんですけど、ドワイト・ヨーカムに憧れてカントリーを始めたっていう、ね、そうそう、かっこいいドワイト・ヨーカムの人なんか多いんですけどね、そのヘザー・マイルズの今お送りしたプレイエブル・ホンキー・トーキン・ターンは、そのドワイト・ヨーカムのバックバンドが務めてるんですね。だからかっこいいわけじゃないですか。ギターはピート・ハナーソンっていうか、で、まあ、そういうスタイルのヘザー・マイルズなんですけど、もう一人同じようなかっこいい女性がいます。それはダニー・リーという人で、ダニー・リーのファーストアルバム29 Nights から29 Nights をお送りしたいと思います。
It's been sunny long days, cloudy nights. I'm still over you. レパートリーの中ではまだまだ新しい方で、それでも、ね、本当に古いものはなんかは100年ぐらい前のやつからね。あ、私聞いた。100年ぐらい前のレパートリーが私たちにあるよね。そうだね。そうあるある。それに比べたら今の曲18年ぐらい前の曲ですけど、まだまだ新しい方で、まだまだ青いなって、そんな曲でした。失礼、めちゃめちゃ失礼ですけどね。この曲はとてもあの、なんていうんですかね、29度夜30日に考えた、悩んだけれど、結局、別れることを決めたという曲でした。はい、あの何せね、つい20分ぐらい前まで外にいたんですから。そんなあのグーガーズのレパートリーの中では一番新しい曲です。ケイシー・マスグレーブスのナンバーで、ケイシー・マスグレーブスってね、あのソグラミー賞取ったんですよ。なんちゃらかんちゃらアルバム賞。なんちゃらかんちゃらね。もうすぐ忘れちゃう。忘れちゃう。ABC アルバム賞でしたっけ？ ABC じゃなくて。なんとか A B じゃなくて M だったか R だったか。なんとかかんとか。今度ここに書いておきます。ね、後で教えてください。あのケイシー・マスグレーブスの曲をお送りしたいと思うんですけど、この曲実はですね、私たちの友達からのリクエストなんですよ。うん、あのね、中には変わった子がいまして、若いのにっていうか、そんなに若くないですけど、まあ、カントリーファンの皆さんに。まあ、一応若手カントリーギタリストの友達がいまして、その子がね、ぜひこの曲をやってくれって言うんですよ。でこれはね、もうね、
俺はずっと前からね、目をつけておいたんだよ。絶対ヒットするに違いない。そう、そしたら本当にグラミー賞まで取っちゃって、これはきっとブーガーズがカバーしたからと思っております。気にしみますでは、ケイシー・マスグレーブズのナンバーでマイハウス。Be my eyes to you. You want me to
私たちにケイシー・マスグレーズをやってくれと言った友達が作ってくれた曲を送りたいと思います。2枚のミータイムです。 I don't want to see you again。Where we gonna be till the day I die?
Bible. And dancing to the music.